ミナスプランナーで器具を配置する際、器具の向きを変更したい、また器具の照射角度を変更したい場合、水平方向、鉛直方向の回転角度を設定する必要があります。回転角度を設定するための器具の取り付け方向の定義についてご紹介いたします。はじめに器具の配光曲線を確認しておきます。配光曲線は器具選択時の画面で確認ができます。A 断面を赤色、B 断面を青色の実線で表示しています。画面の図は器具を上から見た状態です。A 断面の0度を基準に反時計回り90度が B 断面、180度が A ダッシュ断面、マイナス90度が B ダッシュ断面になります。 AB 断面を器具の種類ごとに見ていきましょう。直管 LED などの場合、管軸に垂直な断面が A と A ダッシュ断面、管軸に平行な断面が B と B ダッシュ断面になります。道路灯などの場合、車道に垂直な断面が A と A ダッシュ断面、車道に平行な断面が B と B ダッシュ断面になります。ブラケットなど壁面に取り付けた状態の配光では、壁面に垂直な断面が A と A ダッシュ断面、壁面と平行な断面が B と B ダッシュ断面になります。なお、 A 断面も B 断面も同じ配光の場合は軸対称の配光になり、配光曲線は赤色の実線だけが表示されています。配光曲線の確認ができたら、器具の回転角を設定していきます。入力は器具配置時の画面で行います。回転角の種類は3つあります。水平角 Z 軸回転 VH は器具の水平方向の回転角になります。 A 断面を Z 軸を中心に回転した角度です。片側に反射傘があり、 A 断面の配光が非対称な器具で配置をしてみましょう。画面の図は器具を上から見た状態です。水平角0度の場合、90度の場合、180度の場合、マイナス90度の場合、次に鉛直角 Y 軸回転 VA は器具の鉛直方向の回転角になります。A 断面を Y 軸を中心に回転した角度です。照射角度の変更が可能な器具で配置をしてみましょう。配光は A 断面と B 断面が同じ軸対称のものになります。鉛直角0度の場合、30度の場合、マイナス30度の場合。なお、配光の A 断面が非対称な器具を画面のように北側に向け、さらに照射角度を変更する場合、水平角と鉛直角の設定が必要です。水平角 VH を90度にし、鉛直角 VA に任意の角度を入力します。最後に鉛直角 X 軸回転 VB は VA 同様に器具の鉛直方向の回転角になります。こちらは B 断面を X 軸を中心に回転した角度です。画像の器具を壁に縦向きに配置してみましょう。配光は天井付けの状態で取登録されています。画面のように北側の壁に配置する場合は VB を-90度にします。なお、屋内計算で円直角を設定した場合は計算方法をラジオシティ法にする必要があります。部屋を選択後に表示されるプロパティで変更してください。また、配光確認機能では配光を回転した状態を画面上で確認できますので、